限りですから、もうすぐ東大のあたりのはずですけど、ああ観光駐車場とかはありますけどね。この辺は、駐車場は300円で、はぎり漁港っていうんですけどね、漁港がありまして、物屋さんがあるよ。まあこれあたりも海産物専門店とかもありますね。これあたりは、大王崎の有料駐車場になって、あ、でももうちょっと閉まる店も多い感じかな。三崎って感じのところですね。ただこれすごいな、三崎すぎませんか。これはこの先も入れんよな、さすがに無理やな。なるほどな、こんな感じになってるんですね。どこに灯台あるんだっけ。あれ大王崎ってなってましたっけ。大王崎灯台ってなってましたっけ。神社さんもあったりするし、すごいですよね。まあ、大王崎の天平橋の干物とか持ってたりね、干物屋さん多いですね。まあ、漁港がありますからね、そこで取った一夜干しのやつとかね、アジとか持ってますね。ここは何大切です。何の店でも綺麗な店もあるんですね。へー、もう時間が時間なんでね、オープンはあれしてますけど、問題はこれ灯台どこにあるの。あれ灯台、バス停名は灯台になってるな。もうこの辺りは漁港がずらーっとあって、それがもう一番前ね、まあ、いわゆる業務用完全なガチンコの市場ですよね。で、灯台どこにあるの。まあ、さっきここにあるはずなんですよね。さっきモニュメント見えたしか、灯台が見当たらんもんな。あ、おや、わからんぞこれ。ああ、さっきのところまで来たんだ。どこにあった灯台、どこにあった。ガチで灯台がわからんかんないけど、どこにあんのこれ灯台。ちょっと、あ、でも到着しましたってなってるね。大王崎灯台に到着しましたってなってるな。まあ、到着したってスマホが認識したってことは到着でいいでしょう。どこにあった灯台。あそこから止めたり航空機関で来てずっと歩いていかないといけないようなところなのかな、かな。わかんねえや、ぐるぐる回ってんな今日、見事にぐるぐる回ってんなこれ。灯台らしいところあった。だいぶぐるっと回ってんなこれ。
ごいな、これじゃないよね。これは東大のモニュメントがあって、多分この辺りに止めて、止めたら先の方に行くと、この先行ったところに灯台があるよっていうオチなんでしょうけどね。ここでずっとあれか、右手のところをずっと歩いてたところか。あっちの橋か。だって先に入りそうなところが分かんないとか、分かんないところがあるとなるほど。ほら、全然ここから、あれですね。ぐいっと奥行った方にあるらしいですね。で、入りなさそうかな。この感じだと、多分、一般車ではちょっと入れなさそうかな。さっきあの行き止まりになっとったところから、ずーっと奥に入っていかないといけないみたいですね。よし。そんなに奥だったっけ、対応先って。なんか前来た時はなんかもっと近くとかに田舎来たような気がしたんだけどな。どっかと勘違いしてるな、多分。さあ、何はと思うよ。よし、対応先。対応先の感じは見れましたもんね。まあ、で、ね。いいのかなって感じしますけど、まあ、とりあえずこれでね、ちょっとどっか止めて次のところの場所を確認しないとな。あーで次の場所を確認しないといけないんだけど、どこ行ったらいいんだこれ。まあ一応行ったってことになってますし大丈夫でしょう。で、あーだいぶあっから先だったんだね。で、次、こっからだと、次に近いのが、友山展望台か。市民病院、友山方面ね。よし。まあ、車で10分ぐらいなんで、もうここだったらまだ明るいうちに行けるでしょう。ちょっと雲が増えてきたのがね、心配ですけど。友山展望台か。車なら10分ぐらいで行きますから大丈夫です。